今回は撮り鉄企画です。あの辺でねチーチーになってる鳥じゃないですよ、写真の方の鳥ですね。ご覧の通り僕はね今ちょうど新宿にいて2時間ぐらい暇なんですね。ちょっと時間が空いてしまったんですよ。なんで今回はこの2時間でどれだけ多くの数の列車の写真を撮ることができるかという撮り鉄の限界に挑戦するものでございます。往々にして撮り鉄っていうのは写真のクオリティに関して随分とうるさいですけれども、今回はクオリティというのは全く無視、ゼロクオリティでとにかく量だけを稼ぐと、そういう企画をやっていきたいと思います。わずか2時間の空き時間で何種類列車を撮影することができるのか僕もまだ分かりませんけれども、とにかく今から早速ね視力を尽くして頑張っていきたいと思います。ほら見てください、早速ね皆さん見ていましたか、左を通っていた、あ左じゃないね、右を通っていった総武線の列車はちょっと珍しいものになっていました。めちゃくちゃ幸先のいいスタートだ。今通ってたやつは中央総武線の中では少数派のやつですからね。 E231系の0番台ってやつです。ほとんどは500番台で山手線からの廃車をまあリサイクルして使ってるやつなんですけれど、まあとりあえずそんなラッキーなスタートで1車種目の撮影に成功しました。今回は写真でも動画でもどちらでも撮影判定にしていきたいと思います。さあこれで2車種目ですね、どんどん数を稼いでおりますけれど、山手線の E235系電子レンジ。もちろんチャレンジャー2時間しかないんで喋ってる時間すらもったいないんですけれど、こうやって喋ってる間に1つ通過しているじゃないですか、中央線の E233系、これで3車種目ですね。車種ってちょっと言いにくいんでさっきから何度もカットしてるんですけれど、おーすごい、これは幸先、本当に幸先いいぞ。一番左側を走っているのは臨海線の車両で、そして中央総武線の方はさっき説明しましたね E231系の500番台山手線のリサイクルのやつです。こんな感じでもとにかく時間がないですから、新宿駅みたいなたくさんの路線が並んでいて効率よく車種を稼いでいけるところでどんどん狙って撮影を続けていきたいと思います。ここには多分最初の10分ぐらいしかいないんじゃないかな。とりあえずここはね人も少ないんで鳥しかいません、僕と一緒の撮り鉄。ここでまあ10分ぐらい粘ってまあ10弱ぐらいの車種を稼げればいいなと思っております。一応ね右側に小田急線も見えているんでね、新宿駅の次どこに行くかも考えながら撮影しなければいけません。とりあえずもう一つの列車が止まっていますね。あいつは多分 E231系でしょうね、前面の構造から察するに。あぶね、ちょうど出発するところだったよ。これで7車種目になりますね。成田エクスプレスの E259系でしたかね。あまりにも効率が良すぎてもうもはや新宿駅にやってくる列車のほとんどを撮影し終わったんではないでしょうか。成田エクスプレスはね折り返しに時間がかかるんでだいたい5番線6番線に止まってるんですよ。読みが当たりましたね、ちょうどこの線路の左側の方に来といてよかった。もうこの新宿駅の上の場所バスタ新宿にいるメリットはだんだんなくなってきましたんでホームまで移動しちゃいましょうか。いやギリギリ間に合った小田急の8000系も撮影に成功しました。これで8車種目かな。さあ右奥見てください、小田急の新5000系が出てきております。小田急線の新宿駅の地上ホームっていうのは優等列車しかやってこないんですが、基本的にね結構列車が詰まっていることが多いんですよ。今回の場合もさっきの8000系の列車がホームに入っていくまであいつは出発できなかったんじゃないかなということで、ちょっと待てばもう1車種出てくるだろうという読みが当たり、これで9車種目となります。もうこれでタイムリミットでしょう、新宿は終わりです。まだ開始から10分しか経っておりません。これはいいね、だから12分の1というわけか。中央線の209系とかが来てくれたら本当に運がいい男になれるんですけれどね、大量の車種を稼ぐためには知恵だけじゃなくて運も必要になってきます。奥見てください、山手線止まってるんですよね、もう間に合いません走っても、残念。これの1本後に乗っていきましょう、まだ埼京線の列車も通ってないし。どこに向かっているのかというと、とにかく線路が横並びになっているところが効率いいじゃないですか、なんでそれで有名な場所に向かっております。早速山手線でもってそこに向かって行きたいんですが、やっぱりいましたよ、こいつずっと新宿駅に鎮座していますよね。新宿駅の主10車種目 E353系の撮影も成功しました。じゃあ早速外回りの列車に乗って行きましょう。一応乗っている間は進行方向右側のドアにへばりついていることにします。何か珍しい列車に会えるかもしれないからね。うわさっき見たよお前、近郊型の E231系、おっと、いやーやっぱ運がいいな、あれが連結されていることってそうそうはないと思うんですけれども、11車種目 E233系の近郊型の車両も撮影に成功しました。異形式連結を引けたのはでかいですね。そしてさらに西武新宿駅にはレッドアローが止まっているのが一瞬ちらりと見えましたね。お前不正だろって思う人はちょっとね一時停止して見てみてください。
さあ次の新大久保駅が近づいてきております。まだ埼京線の E233 系が地味に出会えてないんですね。おっと、そう喋っている間に急に現れたじゃないですか。もうこの辺り新宿界隈で撮影できる車両というのはほとんど全て見ることができたんじゃないでしょうか。西武新宿線の高田馬場駅には西武線2万系が止まっております。一応西武新宿駅にも止まっていましたけれど、こっちの方がだいぶ綺麗に映せているんで、ここでカウントすることにしたいと思います。高田馬場を出てからの新宿線のカーブってえげつないですね。もう脱線寸前みたいな感じの走り方をしていましたけれど、多分ここから池袋まではね、僕の前世が聖人君主でもない限り新しい列車に出会うことはないと思いますので、しばらく休憩したいと思います。さあ池袋駅に到着、一旦ここで下車。危ねえ、行ってしまう前でよかった。さあ池袋に着いたんですけれど、池袋ではね2つの私鉄の列車の写真を撮ることができます。1万1000系とやらを撮ることができましたね。奥のやつも多分同じ車両だ。うわ残念。よく見たら違いましたね。ということで、お金も時間も全くかけず搭乗線の2車種をダッシュすることに成功しました。とにかく効率よくやっていきますからね。それにしても池袋の南側全然人がいないな。こんな感じなんで大声で喋りたい放題なんですけれど、なんでこの湘南新宿ラインとかそっちのホームに来たのかというと、こいつらに乗るわけではありません。もうこいつらほとんど写真に撮ってしまいましたからね。ですが池袋駅の東側、東と西が逆っていうのは有名な話ですけれど、西武線の池袋駅があるのです。そこで何車種かダッシュできればだいぶ有利になってくるんじゃないでしょうか。ここから多分ホームが見えるはず。というわけで池袋駅の一番南の端まで来たんですけれど、いやいいですね。あいつは西武の1万系だったかな、スマイルトレインってやつ、ずいぶん変な顔していますけれど、っていうか端っこのやつ2両で1ユニットですか。うわ短いな。このホームには臨海線のやつが来てるみたいですね。まあただあいつには用はないです。さっき写真撮ってしまったんでね、写真じゃなくて動画か。おっと黄色いやつも走ってますね。あれは2000系とか行ったかな、顔見ないと分かんないですけれど、やっぱり2000系で合っていそうですね。それにしても嘘でみたいな編成の短さだ。こんな珍しいものを見れた時点で僕は嬉しいんですが、車種は一つも増えておりません。多分ねあいつは2両単独で走ることっていうのは全くないと思うんですけれど、左側の編成が8両編成であるため、そいつを10両に増結するため、ただそれだけのための編成なんだと思います。かわいそうな運命ですね。帰ろうとしたその時ですよ、やっぱり私は持っていますね。変な色の車両が来ています。見えますかね、あいつも多分西武の2000系だと思うんですけれど、ハリーポッター最近ね豊島園が廃園になって、その跡地はハリーポッターのテーマパークみたいなのにしたじゃないですか。それの記念のラッピング塗装の車両だと思います。来ましたね。いややっぱり僕は運がいいですよ。見てください、運がいいのか悪いのか、こいつってこんないっぱい走ってたんですね。これで3回目ですけれど、今日見るの今数えてみたんですけれど、まあそんなことしてる時間すらもったいないんですが、18車種を稼いでいたようです。こいつもさっき撮りましたし、さっきの西武新宿でレッドアローが止まっていたのとかもミラクルでしたよね。いやーこれはいいぞ、50とか目指せるかもね下手したら。列車がこうやって行ってしまった直後だと、この池袋駅のホームの端っこの方は誰一人いません。いやこれは快適だ、喋りたい放題。おさっきのスマイルトレイン1万系が出ていくようです。ということは出ていった奥の方に何か珍しいのが止まっていたら、こいと思うんですけれど、残念さっき止まったハリーポッターのやつがねいるだけです。今のはよく X とかでネタにされている顔でしたね。じゃあちょっと山手線に戻って、最初の方に喋った列車の線路がたくさん並んでいる場所、日本一の場所にさ行ってみましょう。そこに行けばね JR 線もそれから新幹線も私鉄線も一網打尽にすることができます。皆さんここまで行ったらもうどこに向かっているかお分かりですよね。引き続きこちら山手線の外回りに乗っていきます。ここからしばらくは新しい車種を稼ぐことは難しいでしょうね、貨物とかが来ない限り。ご乗車ありがとうございます。いやーこれは圧巻の光景だ。ここが日本一線路が横並びになっている場所らしいです。ここまで来ちゃえばねもう間違いないですよ。
線路は左から 1,2,3,4 そして新幹線で 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14本、14本も線路が横並びになっている。すごいな。これは残念ながら得点にはなりませんけれども、これは東北線ですかね、宇都宮線、高崎線の E233系が通過していきました。おっと、これでまた車種が一つ稼げますよ。京成線です。あいつは何系って言うんだ、3000系かな、違うな、3000系はこいつですね。ちょうど今上の方も出発していくやつです。あいつは京成線で一番よく見ることが多い車両ですよね。日暮里駅の京成線のホームっていうのは2階建てになっているんですよ。上が下り方面で下が上り方面です。さっきのは3700系っていうらしいです。3000系の次ぐらいによく見ることがある車両ですかね。そして地味にまだ稼げていなかった京浜東北線はスカイライナーにかぶられてしまいましたけれど、さっさとどいてほしいものです。これで21車種目になります。わ、新幹線もいる。まあ、とりあえずスカイライナーを映しておきましょう。あっちが AE100 型というはず。そしてこっちは皆さんご存知 E5 系でございます。いや、かっこいいね。今日はね、天気がすこぶるいいですから、光が反射してちょうど最初に言いましたね、巡航ですよ。これがね、いい鉄道写真の条件なわけでございますが、やっぱり光が反射している方がね、鉄道って感じがしてかっこいいですよね。後ろは E6 系でございます。多分ね、新青森か函館かもしくは秋田からやってきた車両でしょう。ここにいれば僕が能動的に何も行動することなく、ただただ受動的に車両というのが自分に降ってきます。こんな楽なことありませんよね。こういう車種を稼ぐ系の企画っていうのは、稼げば稼ぐほど効率が悪くなってきます。なぜならもう取ったよっていう車両が多くなってくるからですね。あいつもさっき取ったばっかりの京成3000系。頼むよ。ってか常磐線の電車が全然来ないんですけれど、ここでまず常磐線を取らないことには帰ることはできませんよね。次の用事まであと50分ぐらいです。だんだん時間がなくなってきてしまいました。お、新幹線が来ましたよ。いいね。この東京と大宮の間だいたい4分とかに1本ぐらい新幹線が走っていますから、皆さんご存知 E7 系ですね。 W7 系の可能性もありますけれど、それを判別する手段というのは残念ながらありません。車両にいざ乗ってみてアナウンスのメロディー、そいつを聞かないと分かんないんですね。いいね、珍しいじゃないですか、黄色いやつ。あいつ何系つったかな、 E25 なんちゃら系のシリーズだと思いますけれど、すいませんね、車両の知識が全然なくて、ちっちゃい頃は即答できたのに、もうその知識もだんだんと抜け落ちつつあります。さっきの常磐線の特急で22車種目ですかね、またやってきましたよ。もういいよお前は京成3000系。京成線に乗っていると多分8割ぐらいの確率であいつにぶち当たると思います。いや、あれ見てると慣れて行きたくなってきたな。ごめんなさい、あまりにもトンチンカンなことを口走っていました。 E657 系っていうんですね、常磐線の特急列車は。残念ながらまたその E657 系がやってきてしまいました。あいつは標準の塗装のやつですね。あいつがザ常磐線の特急って感じがしてかっこいいですけれど、真ん中のあれ5号車か6号車かな、あそこすごいですよね。客室のスペースが小さい小さい。おー、運がいいね。下のやつはさっきも撮った E7 系でしたけど、こっちは E257 系です。こいつは基本的に東海道線の特急に充当されているのに、この北側に来るのは珍しいですよね。多分あいつは普通の特急運用ではなくて、今からね、奥にある車両センターに改装されていくものだと思います。奥だけな、もうちょっと奥の方まで行くのかな。図らずもダジャレになってしまいましたけれど、あの東海道線系統の E257 系っていうのは品川とかの車両基地ではなくて、所属しているのがね、確かもっと北の方の東北線系統の車両基地であったことは記憶しているんですよ。なんでね、こっちに来ることはそんなに珍しいことでもないはずですが、ちょうどね、時間がジャストミートしたっていうのはかなり運がいいことなのではないでしょうか。さあ、あいつは E231 系ですね。まあ何回も見ていますけれど、塗装が違うのでこいつもカウントしたいと思います。いや、怒涛の勢いで車種が流れ込んでくるので、今何車種稼いだのか全然わかんないですよ。あいつは日本で唯一純正の普通車だけで15両編成を組んでいる、とんでもない輸送力を誇る車両でございます。日本一輸送力のある車両っていうのは、実は東海道線系統の15両のやつではなくて、あいつなんですね。グリーン車繋いでないですから、なのに15両も繋いでるんですよ。とんでもないよ。さあ、またスカイライナーがやってきております。スカイライナーっていうのは日中20分に1本も走ってるんだそうで、本当にこれぞ特急街道って感じですね。新幹線は本数が多いです。よくこんな量をさばいてるなとつくづく思うんですけれど、しかもこれでいて東京駅の新幹線の方は4つしかないわけですから、東海道系統は6つもあるのにね、かわいそうに。なんて書いてあるかちょっとね逆光で見えないんですけれど、
まあ多分小町をつないでいたやつの後に来ている漢字を見ると山彦号とかでしょうね。多分仙台か盛岡から来たやつだと思います。僕が運良すぎてあっという間に多分日暮里駅で見れる車種のほとんどを制覇してしまったんじゃないでしょうか。新宿駅でも似たようなこと言いましたね。まあクオリティは全くもって重視しないんで、本来であればこの上の跨線橋に行って上から鉄道の写真を撮った方がね、もっとかっこよく映えると思うんですけれど、お金がないのでそんなことはできません。まだね、あの鉄道の営業法には接触していないですから、新宿から日暮里まで山手線に乗っただけ。一応駅は降りましたけれども、このままね東京駅まで行ってしまおうと思います。こういう企画では地下鉄や私鉄に乗るっていうのも一つの手段だとは思いますけれど、それをしないのはこんな感じでね、上からまとめてバーッと処理できないからです。地下に潜ってしまうとね、だいぶ効率が落ちてしまうので、それは避けたいのです。なので今回 JR メインでやっております。奥見てください、 E3 系ですね、山形新幹線。 E8 系とかいうね、ナスがデビューしましたんで、電子レンジの次はナスですかって感じですけれど、多分あいつも将来、まあ余命は短いでしょうね。またやってきました、純正15両の化け物列車。実は意外と常磐線の E531 系を撮影できていないんですよね。あいつ意外と本数が少ないのか、まあ東京駅の方に向かっている間に多分1回はすれ違うでしょう。さすがに運よく E257 系も取れたし、ここでイーストアイとかが走ってきたら完璧完全勝利なんですけれど、それは多分ないと思いますので、そんなことがあったら僕は今日のうちに死んでしまうと思いますから、おとなしく山手線に乗って今度は東京駅に向かいたいと思います。もうね、新宿と日暮里っていう東京の2大線路横並び巨頭を制覇しましたので、あとは駅で地道に制覇していくしかないでしょう。駅で列車を稼ぐなら絶対東京駅ですよね。圧倒的に乗り入れている路線も、発着する列車の数も日本一ですから。さあこの山手線に乗って、まあ適宜車窓の左側で E531 系とかを狙いながら東京駅に向かっていきたいと思います。早速東京駅に向かって行きたいところですが、やっぱり早々にして会えましたね。うぐいす谷で31車種目の E531 系とすれ違い。まあさすがにこの近辺を走っていてあいつにすれ違わないことの方が難しいですよね。まさかの何も止まっていないというね、めぼしい新幹線もいないし、いちご色の E657 系がちょうど出ていくところですね。ですが、塗装は別だから一応別の車種ということでカウントしてもいいかな。でもな、なんとかバンダイっていうのが違うわけじゃないんですよね。これは難しいところです。あとは駅で持ってまっすぐだけです。ここにいるとね、ちょっとなんかね、東京駅ってホームの高低差が結構大きくて、東海道新幹線のホームまで望むことができないんですよ。なんで中央線のホームとかいう高い場所に行かなきゃいけません。あとは東武線のホームと京葉線のホームもありますけれど、京葉線のホームはちょっと行くのがめんどくさいというか、行っていたらタイムリミットを過ぎてしまう恐れがあるので、まずは総武線のホームから片付けたいと思います。さあ僕の動画でもよくしばしばぐらいか登場する東京駅の総武線のホームの端っこの方にやってきました。またあいつが止まってますね。新宿駅で撮影しましたけれど、今は全部新塗装に移ったんだそうです。 E259 系成田エクスプレス、もう本当何種類稼いだのか全然わかんないんですけれど、自分が稼ぎすぎて優秀すぎてね。いやーこれで、そうだ、数えてないから言えないんだ。 N 車種目の横須賀線総武線の E235 系、多分1000番台でいいのかなという列車でございます。じゃあもうこのホームで稼げるのはあと一つだけ、そう E217 系でございます。ただあいつはね、もうこの電子レンジに食われて食われてだいぶ数を減らしてるらしいので、会えるかどうかはだいぶ不確定なところがあります。数が少ない列車と会えるかどうかは完全に運ですからね。運用を調べてもいいんですけれど、それをしている時間があるならどんどん足で持って列車を稼いでいった方が効率的です。一応反対のホームにも行ってみましょうか。お、いやすごいな、俺の運っていうのはちょうどジャストで入ってきたところじゃないですか。しかも回送列車で、今ここから折り返して横須賀線の列車になるんですね。正直普段横須賀線とか総武線に乗っている感覚としては、圧倒的にもう左側に止まっている電子レンジの方が数は多いんですけれど、絶滅危惧種なのにちょうどやってきてくれましたね。タイムリミット寸前で、いやこんなに運のいいことあるのか。今回の場合はいちいち乗らなくていいのが楽ですね。こうやってバシャッと取ってしまえばいいだけなんで、よっしゃ、このホームにやってくる列車っていうのはもうすべて乗りましたから、本当にねタイムリミットが迫ってるんですよ。あと10分くらいかな。こんなことをしている間にあっという間に2時間っていうのが経ってしまうんですから、時間っていうのがいかに貴重かということがよくわかります。ということで最後はちょっと京葉線のホームにいてる時間はないですから、
中央線のホームに行って中央線のまだ撮影していない E233 系と運が良ければ209系、そして高いホームから見える東海道新幹線の車両、そちらを撮って行ければいいなと思っております。見てください、毎度ここ気になっているんですけれど、なんかね、親と子供みたいですよね。父親、母親、子供みたいな、すごい大きさも色も違う3つの扉が並んでおります。よし、これで完璧ですね。もうほとんどこのホームにやってくる列車というのはあの1種類しかありませんから、ここで209系なんか来たらね、その日にはもうおかしいですよ、自分の運勢というのが。ですがこの中央線のホームに来ることのメリットというのはもう一つありまして、ここからねちょっと高いところにある東海道新幹線のホームまで眺めてしまう、それができる点ですね。まるで鉄道模型を見ているかのようなミニチュア感、あちらは N700S って書いてありましたね。ということでここまでにパッと数えたんですけれども、全部で35種類の列車を撮影してきたようです。この前ね、1日かけて東京の列車50種類に乗るっていう企画をやりましたけれど、それの半分以上わずか2時間で数えてしまったわけですから、随分と簡単な企画でしたね。なんということだ。いや、これはもう幸運と言っていいでしょう。本をかけてしまうかもしれないね。最後の最後に209系がやってきましたよ。ということでここでタイムリミット、僕の次の用事がやってきてしまったので、この辺で動画を終わりにしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。